こんにちは、マチロです。オーディオテクニカのレコード針 ATVM95E を買ってみました。以前 VM95C のレビューをしたんですが、これは同じ VM シリーズのレコード針で、この青い VM95C が、一番ランクが下のエントリーモデル。今回買った VM95E は、その一つ上のモデル。この 95E はですね、オーディオテクニカのレコードプレイヤーを買うと、標準でついてきたりするので、これがオーディオテクニカのレコードプレイヤーの、標準の音だと思います。さて、この2つどんな音質の違いがあるんでしょうか。その辺を中心にお話ししたいと思います。で、今回は針だけを買いました。前回カートリッジごと買ったので、もう針だけ買えば交換できるから、これは楽でいいですよね。リーズナブルだし。箱に入ってるのは本体以外には取扱説明書だけ、針の着脱方法だけが書いてある簡単なものです。じゃあ針を取り付けてみましょう。この針って真下から垂直にはめるんじゃなくて、ちょっと斜め下から押し込む感じなんですよね。オーテクの針って VM シリーズ以外にもあるんですけど、他はどんな感じなんでしょうね。ちょっと気になります。簡単に VM95C と 95E の、スペック比較をしてみます。そんなに変わんないんですけど、一番大きなところは針の形状。どちらも接合針なんですが、 VM95C は丸針、 95E は楕円針。それが再生周波数範囲に現れてますよね。これだと 95E の方が広域が伸びてますね。はい、ではレコードを聞いてみましょう。使った機材は、レコードプレイヤーはデノンの DP450USB、 アンプはヤマハの AV アンプ RX-A1080、 スピーカーは同じくヤマハの NS330、 アンプは全ての音場効果をオフにしたピュアダイレクトモードっていうやつにしてあります。で、音を聞いてまず最初に思ったのは、迫力がすごい。中低域の圧がボンボン来る。デノンのレコードプレイヤーについてた純正の針から VM95C に付け替えた時も、そんな印象を持ったので、この辺りは同じ VM シリーズってことで、同じ印象ですね。あと音色がまろやか、角の取れた丸い音質っていうのも、そうですね。で、 VM95C との差で言うと、さらに迫力が増してる気がします。スペック的に VM95C よりも迫力が増してるってことはないと思うんですが、きっと中低域の解像度が上がってるせいでそう感じるのかもしれません。ギターソロなんかはねっとり絡みつく感じがして、すごく生々しさが増してます。ただその中低域にさらにフォーカスされた感があるせいか、より広域がおとなしく聞こえるのと、あと中低域がぐっと前に出て聞こえるので、音の輪郭の丸みが強調されて、音のキレがちょっと減退してるような気もします。だからテクノよりもロックに向いてるかなとか思ったり、もちろん歌謡曲とか、歌が入ってるやつですね、そういうのは中低域が充実しているからバッチリです。それと音場、音の鳴ってる空間なんですけど、広域がスポイルされてるせいか、上方向にはあんまり高さは感じないんですけど、中低域が充実しているので、一番耳が向く中央の空間の密度が半端ないです。音質についてはこんな感じですかね。じゃあエントリーモデルだったらどっちを買った方がいいのっていう話なんですけど、もし自分が聞かれたら、いい悪いっていうよりもバランスが取れた感じがいいっていうことであれば VM95C、 より中低域をリアルに感じたいということであれば VM95Eかな。劇的に違うかって言われると、そこまで差は大きくない気もするので、懐具合とお好みで検討してみてください。で、これ以上のモデルになると解像度も上がって、より細かな音もくっきり再現されてくるとは思うんですが、同時にレコードに付着したノイズも目立ってきます。で、そうなるとそれが気になって、今度はノイズ対策のためにあれを買ってこれを買ってとか、どんどん底のない沼にはまっていくと思うので、マニアじゃなくて時々中古レコードなんかを買って聞くっていうスタイルだったら、そういったアラが目立たない VM95E ぐらいの音質が一番聞きやすいんじゃないのかなって思います。次の動画で実際に音楽を流しながら 95C と 95E を切り替えてみるので、あんまり違いがね、わかんないと思うんですが、聞いてみてください。
はい、ということでオーディオテクニカのレコードバリ ATVM95E のレビューでした。では